皆さんこんにちは2022年合格目標行政書士試験対策講座効果的学習法とスケジュールの組み立て方というタイトルで1時間ほどお話をさせていただきます担当いたしますのはレックスエンリン講師の日高と申しますどうぞよろしくお願いいたしますこちらのガイダンス講義といいまして REC、えーまあ、ではです、ね、行政書試験対策の講座としてどのような講座をご用意しているかということそしてそれを使,い使っていただいてどのようにです、ね、効果的にあの勉強を進めていただけるのかとそしてその具体的なスケジューリングですねこれに関して約1時間です、ね、お話をさせていただくことになります。 でスケジュールの組み立て方とそして効果的学習法でどちらが皆さんにとってです、ね、おそらくあの関心が高いところかというとおそらく学習法の方が関心が高いところだとは思います。でスケジューリングとしていたしましてはレックでは基本的には本試験あの行政書試験の本試験が終わった直後から約1年間ですね、まあ、1年弱ですけれども にかかりましてこのまスケジュールというかカリキュラムですねを組んでおりますですからまずスケジュールのお話としまして大体あのまあだいたいどれぐらいのですね期間が必要なのかというところをお話ししていきましょうでなおですねこちらのガイダンス講義は 初めて勉強される方を主に想定しておりますので学習経験者の方であるとか、まあ、もう一度受けると、まあ、再受験される方です、ね、に関しましてはまた別のです、ねまあ、講座がご用意がありますのでこちらはまあ初学者向けと、まあ、初めて勉強する方あるいはその基礎からもう一度や,あのやり直す必要があると感じられている方ですね、まあ、そういう方向けのガイダンス講義だというふうにご承知をお聞きください。 はいまずこちらがこれは2022年のレックの講座に関するパンフレットですねパーフェクトコースというコースが例年開講されておりますでパーフェクトコースというのは文字通りこれですべてがですね入っているとオールインワンのコースになります具体的にはその期間講座メインとなる講座はこの合格講座という全64回ですね まあ1コマああたりりりがが時時間間半、えー、約2時間半約でですす。すす。ね、ね、えー、になりままこれ回かなりあのボリュームはあるわけですが、えー、ただ、あのー、実際こう一通り通して聞いてみると意外とですね、えー、あっという間だなという講座になるかとは思います、えーまあ、憲法基礎法学から始まりまして民法、えー、行政法そして商法会社法と一般知識ですね、えー、ですから、まあ、この講座でインプットに関してはもう全て完成するというものになります でこの合格講座をメインといたしましてまずは基礎知識ですねこのステップ1の基礎知識習得期というところですがこの基礎知識習得期のところでおよそ6か月から7か月程度ですね まあ、ウェブ講座をご利用いただいて、えーまあ、早めにまとめて聞くという方はもっとあの短縮できるかもしれません。えー、ただ、えー、一般的にはあの通学クラスでご受講される方もあの比較的多いものですから、えー、通学クラスで、えーまあ、週1回、えー、もしくは2回ですね、えーまあ、週2回来られる方は平日の夜に2時間半ずつ聞くと。 1> で週1回例えば土曜日とか日曜日に来られる方は土曜日または日曜日にまとめて2コマつまり5時間ですね聞かれるということになります。でこのようなペースで進めていくわけですけれどもそれをまあ約半年間から7か月 えーまあ、間に冬休みと挟むと、えーまあ、8か月です、ね、かかるところもあるかもしれませんそれは校舎によって若干違いますが大体おおむね8か月以内にはこのお基礎の合格、えー、講座という講座が終了いたします。 そして、えー、もちろんですね、これあのインプットの講座ですから、えー、インプットだけやっていてもですね、なかなか知識は定着しませんので、えー、科目の終わるたびにですね、この科目別討論という、えー、まあ、いわば小テストです、えー。五種卓一の問題の小テストがですね、えー、設けられております。まあ、憲法基礎法学が1回、えー、民法は、えー、ボリュームがありますので2回、 前半後半と分けて総則物件と債権以下ということで2回で行政法も行政法総論と行政手続法でまず1回そして行政救済法以下で1回というようになっておりましてこの科目別答論という小テストこちらをぜひですね積極的に受講いただいてどの程度ですねご自身の知識が定着しているかどうかというところを確認していただければということになります。 そしてこの合格講座と科目別討練というこの2つの講座を通じてインプットメインでただアウトプットも時々行うというこの学習を通じて基礎力をきちんとと身につけていいただくという必要がありますそしてさらにこの「記述・基礎力養成講座」「文章理解特訓講座」という講座がこの「パーフェクトコースには含まれておりますのでいわゆる「記述問題」<laughs> 行政士試験では40字程度で民法そして行政法の事例問題などをです、ね、記述させると、まあ、あの小論文というほどではありません小論文だとあのもっとボリュームがありますけれども記述問題というものを解かせるとそういう問題がありますのでこの記述対策の講座が用意されておりますこの記述基礎力養成講座ですね で文章理解特訓講座というのは何かというとこれこの後ですねその科目についてご説明いたしますが文章理解というのは要するにその国語の長文,長文読解の問題になります。こちらも例で3問出るとはいえやはりあのなるべく落としたくないところですからここをぜひですねきちんと特訓を積んでいただいて、まあ、取れるようにしていただきたいということになります。 <laughs> その後はあのはご自身でその講座の復習などを進めてまあこの時に役に立つのが合格講座の,そのウェブフォローですねウェブフォローを使ってえ弱点科目がまだあるぞというふうにお感じの方は例えば民法がちょっと苦手だなという方は民法を何度も繰り返し聞くとかまあこのように工夫をしていただいてえその間あの復習をきちんとですね進めていただければ結構です <laughs>。もちろん この「合華講座」を聞きながらもしくは「合格講座」を一通り聞き終わった直後から過去問集ですねあの過去の問題集もきちんと解いていく必要があります。でそしてこの「全日本行政書士公開模擬試験」ですねなどのいくつかの模擬試験をレックではご用意しておりますのでこの模擬試験 えー、レックの模擬試験というのは、えーまあ、あの他社と比べまして、まあ、他社とはあ,のあまり比較してもあの仕方ないかもしれませんが、えー、他社と比べて比較的あの参加人数が多いものになっておりますですから、えー、それだけまあご好評いただいている模擬試験ですけれども、えー、決してあの優しすぎるということはないんですね、まあ、難しすぎるというお声は時々いただきますけれども、えー、優しすぎるということはございません。 ただあのレックの模擬試験で例えば6割突,あの突破したということになればかなりの自信にはなりますですからぜひです、ね、この公開模擬試験を1つの目標として、えー、きちんとです、ね、学習を進めていただきたいもちろん模擬試験はあくまでも模擬ですから、えー、そこで点数が取れなくてもきちんと復習をしていただければ十分です。 そして最後に直前期にあのファイナル模試とあの本当に最直前ですねの時期にファイナル模試という模擬試験があります。こちらの模擬試験もですねぜひ積極的にご受講いただいて、まあ,あのご自身のですね集大成としてそして最終的にはこの本試験につながるようなその本番に向けての調整として使っていただければということになります。このように。 約1年弱ですけれども大体10か月から11ヶ月程度を想定しておりますが約1年間をかけて対策する、まあ、これがおそらくは一般的な初学者の方の対策であろうということになります。でカリキュラムそしてスケジュールに関しましては以上のとおりということになります。 えーまあ、個別のですねどのようにしてじゃあ日々の学習を進めていけばいいのかという話についてはこの効果的な学習法という点ですねこれに関連しながらその少しですね触れながらお話を進めていくことにいたします。で次にこの行政書士試験案内そして合格のための3つのポイントということが書かれているこの2022年のパンフレットこちらですね。 えー「行政書士パーフェクト・コース・指導と、えー」というふうに書いてありますけれどもこの青いパンフレットですね、まあ、水色ですかね、えー、こちらの12ページ13ページを開いていただくと、えー、実はここに「行政書士試験案内」というのが載っておりましてその下の段の方には合格のための3つのポイントという、えーまあ、タイトル見出しが書かれています。 でこの行政書試験案内、こちらがのおそらく、初学者の方にとっては最も重要な情報になりますので、こちら少しお話ししていきましょう。 まあ、あの既に受験経験のある方にとっては、えー、これはもう既にあのよくご存知のことかと思いますのでここはですねもうあの飛ばしてしまってもですねあの聞き流してしまっても結構ですが、えー、ただあのあの改めてですね行政書試験って一体どういう試験なんだろうということを確認する上でもですねここはちょっとあの少し詳しめにご説明をさせていただきます。えー、まず出題形式ですがここに3つ書いてありまして A が「五子択一式」ですね。 五種択一式、これが五十四問出題されます。全部で六十問あるわけですが、六十問中の五十四問です。ですから五種択一式がメインということになるわけですね。ちなみに択一問題は一問あたりの配点が四点とされています。つまり五十四問で各四点ということになるわけです。まあ二百十六点ですかね。そうするとね。 そして、多種選択式という形式もあります。多種選択式というのは、これはどのような形式になっているかというと、こちらですね、実際の問題をご覧いただきながらですね、見ていただいた方がよろしいかとは思いますので、多種選択式について、少しお話をさせていただきましょう。 多種選択式とはどういうものかというところを少し触れていきます。はい、多種選択式というのは、例えばどういう問題が出るのかというと。これは憲法が一問、そして行政法から二問出題されます。例えば憲法の問題は、これは令和二年の実際の。あの取材された試験問題ですけれども、令和二年の試験問題。 えー、憲法の問題は比較的、えー、オーソドックスな主題がなされていました。まあ、このような形式になりますた、えー。もちろん今ですね。あの初めて勉強される方は、えー、これはあの解ける必要はもちろんありません。あのこれが解けるようになるためにあのこれから学習をしていくわけです。でこれは問題41というものですけれども、えー、まあ、問題41番という問題ですが、えー、まあ、次の文章の空欄から A に当てはまる語句を えー、枠内の選択肢から選選びなさいで枠内の選択肢が1かららままで与えられていますつまり20個の語群の中から、えー、この4つをピックアップして A から A の中に当てはめていくとそういう問題になります、えー。回答方式としてはマークシートになりますのでマークシートに該当する番号を塗っていくというものになります。 まあ、マークシートの一種ですが、えー、この空欄補充です、ねえー、をさせるとそういう形式の、まあ、ちょっと特殊な問題になります。これが多種選択式というものですで。ちなみに多種選択式の配点ですがこれは空欄1つあたりが2点で、えー、全てこれ4つの空欄からなってますので、えー、そうすると、えーまあ、問題ごとの配点は8点ということになります。だから、えー、全問正解して8点ですね。 まあ、例えば空欄つつのううち3つ正解したら6点といこのような形式で問題41番は憲法ですけれども、えー、次の問題42番これは行政法ですね行政法という科目になります。これも同じく A、えー、から A の4つの空欄があって、えー、そして、えー、枠内の選択肢から、えー、その4つを選ばせるとそういう形式になっています。 このように憲法が多種選択式1問ですね。そしてまあ、行政法は多種選択式が2問出題されます。そして次の形式ですが記述式ですね。括弧し記述式とありますけれども、 まあこれは先ほどあのカリキュラムというかスケジュールですね、えー、見ていただいたときに、まあ、1年間のその講座の流れですね見ていただいたときにあの記述基礎力完成講講座座という講座がありましたで記述式問題というのは、まあ、これは百聞分は一見にしかずですから実際どういう問題が出るのかということを今こちらの方にですね画面の方に移します。<laughs> はい こういうい問題なんですねこれは行政法の記述問題ですけれども、えーまあ、あ問題44から46の3問ですねこれがいずれも記述式問題です。で、えー、<laughs> 問題44番でもちろんあの今あ見てですねこの問題すぐに解けるようになる必要はありません。 これが解けるようになるまであの学習するというのがあの目標ですから、まあこの問題がまあ行政法の問題であるということをあのまずは確認していただければ結構です。で下の段落の方ですね一番下の段落を見ていただくとこの時点において以下です。本件幹事処分の効力を争い幹事のやり直しを求めるため X は誰を被告としてどのような行為を対象とするどのような訴訟 行政事件訴訟法に定められている広告訴訟に限るを提起すべきか40字程度で記述しなさいとあるわけですね。 まあ、初めて勉強される方は今の問題文を読んでですね全く意味がわからないという方があの多いと思います。それで結構です。あのそういう方をですね1年間できちんと20点あのこれはあの記述問題の拝点というのが1問あたりの20点と非常に大きいんですが、まあ、20点の正解を書けるようにですね、えーまああの 講義の中で指導していくというのがレックの講座ですからぜひですねこちらも、まあ、今はもちろんわからなくてもいいとこれから勉強していってこれを解けるようになるんだというふうにですね一つの目標として持っていただければ結構です。ですから記述問題全部3問ですが1問が行政法で2問が民法になります。 ちなみに民法の問題はこういうい問題が出ます。<laughs> この事例問題という形式なんですけれどもこれは問題45番ですが、まあ、A は B との間で A 所有の高土値を B に売却する旨の契約本件契約ですねを提携したが A が本件契約を締結するに至ったのは平素から A に恨みを持っている C が A に対し高土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められておりいつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによるとまあ以下ちょっと省略しますけれどもこういういわゆる事例形式の問題ででえまあ民法の規定に照らし40字程度で記述しなさいといったような問題が出題されるということになります。 民法の規定に照らしという言葉がありますが規定というのは要するに条文ですつまり条文の内容をある程度インプット頭に入れてないと解けないという問題になるわけですね。でこれれももやはり同じですけれども 今解ける必要は全くありません。いや今わかる必要は全くないんです。これからわかるようにしていくというのがこの講座の狙いですから、ぜひですね、そういったあの主旨をぜひ理解をしていただいて十分にご活用いただければということになります。はい、今のが形式の話になりますが、実際にどういった科目が出題されるのか。 まあ今あのざっと見たところでは憲法と民法と行政法が出題されるということはお分かりになったかと思いますじゃあそれ以外にどういう科目があるかというところをちょっとお話ししていきましょう <laughs> このえ行政書士試験案内のえこれはあのパンフレット13ページの方になります11月上旬本試験と書いてあるところですがえそこに試験科目が上がっています。試験科目 ここが大切ですね。これをちょっと見ていきましょう。えー、行政書士の業務に関し必要な法令等が46問出題されます、えー。全部で60問出題されるわけですが、そのうち46問が法令科目と。あの法令科目というのは要するに法律の科目ですけれども、えー、じゃあそれ以外の14問は何かっていうと、えー、こちらですね。1. 一般知識等というのはまあ一般的な社会常識に属する知識ですね。 まあ、とはいえあの一定の出題傾向がありますのでその出題傾向をきちんと、えー、踏まえて、えー、対策を立てる必要があります一般的な社会常識だからといってじゃあ勉強してもしなくても同じかなって思われるのは大間違いで、えー、よく出る分野とか、えー、必ず毎年聞かれる分野などがありますのでそこをきちんとですねあの対策を立てないと、えー、これは一般知識で足元を救われるということになります。<laughs> でちょっと法令つまり法律科目の方に戻っていきますが、まあ、法律の科目としてどういう科目があるのかちょっと具体的に見ていきますがまずはこちらですね憲法がありますこれはもう先ほど見た通りですけれどもこの憲法という科目が、えー、記述問題は一問あ失礼あの記述ではなく多種選択式ですねあの失礼しました。多多選選択択式が一問出ますけけれども多種選択だけではなく、えー、このお まあ問題の問題数ですねの配分に関する表がありますけれども憲法の五氏択一の問題が五問出題されますでちなみにこれ上から下に向かってこれはあの出題のその順序 まあ一般的な順序ですつまり、えー、まず一番最初の問題は基礎法学という分野からですね科目から出題されます基礎法学という科目から最初の2問あの問題1番と問題2番ですねが出題されます。で問題3番以下ですね問題3から問題7までですがこれがいわゆる憲法これが五子択一式の憲法ということになります。 はいえー、憲法が、えー、五子択一五問そして基準、えー、多子選択式が一問ですね出題されるということになります。で、えー、行政書士試験は、まあ、行政書士というぐらいですからやはり行政法が最も多いんですね。えー、行政法全体で申し上げるとこれもちょっと表の方に、えー、を見ていただくと分かるんですがまず。 五子択一の形式で行政法がなんと19問出ます。19問ですね。76点分です。そして、それだけではなく、多子選択式が行政法2問出題されます。合計16点です。そして、記述式問題でも行政法が1問出るので、1問あたりがこれ20点ですから、20点。 で行政法を仮に全てパーフェクトに得点したとするとこれで全部で合計すると112点点と非常にに大きな点数にな数ります。ですから行政法が中心科目であるということは明らかなんですね。これを見,て見るだけでも行政法が大切なんだと行政法を得意にならなければいけないんだということがこれはもう明らかということになります。 えー、行政書試験ですね、えーまあ、早く受かる方っていうのは一般的にやはり行政法をきちんとマスターすする方が多いですだから行政法に苦手意識ある方であるとかあるいは行政法そもそも全く勉強したことがない方。 でえー、おそらくです、ね、法律自体初めて勉強する方は当然まだ苦手意識もないし、えー、さらにはその行政法自体全く触れたことがないと思いますので、えー、もうゼロの状態からもうとにかくまずあのこういったあのインプット講座ですねこれをぜひご活用いただいてで行政法の基礎知識をまずはきちんと習得するとこれがあの先決ということになるわけですで。この行政法が非常にウェイトが高いという特徴ですね。 で行政法と一口に言いましてもさまざまなあのまあ細かい分野に分かれてきます。行政法をさらに細かい分野に分かれてきて、行政法の一般的な法理論、まあ俗に行政法総論と呼ばれる部分ですが、こういう分野があります。ここではですね、ほとんど行政法用語の知識が中心とおして問われる。 あるいはそのの行政法上の重要な判例ですね判例というのはその最高裁判所の判決ですとか決定といった最高裁が下した重要な判断ですけれどもこの最高,裁判最高裁判所の判例ですねこういったものがこの行政法総論で主に問われるということになります。 そして行政手続き法ですねこれはの条文がメインとなる科目になります行政手続き法という法律が現在あるわけですがこの行政手続き法の条文の知識がメインとなって問われます例年あの3問から4問程度ですね出題されます非常に大切な科目ですからきちんと勉強する必要がありますそして行政不服審査法という科目もあります これも行政手続法と同じく、えー、条文の知識ですねを中心として問いますので、えー、まずはその法律が読めるように、えーまあ、その法律の読み方に慣れるためにも、えー、インプットをですね、えー、おろそかにしてはいけないとそういう法律の分野になりますそして、えー、行政事件訴訟法という法律もありますこれも、 条文知識も出るんですが一部ですね最高裁判所の判例の知識これも問われることがあります、まあ。ほぼ毎年のように必ず一問は判例の問題出ますのでやはりきちんとですね理解をしていく必要がありますそして国家賠償法といいましてこれはあの国,家あの、まあ、国家公務員に限らずですが要するに国の公務員とか地方の公務員が 一般市民に対して悪いことをしたこれを不法行為と言いますが悪いことをした時に国とか都道府県や市町村に対してお金を払って償ってくれという請求ができるわけですねでこの国家賠償請求に関する法律がこの国家賠償法という法律になります。 そして地方自治法という法律がありまして、まあ、これはちょっと行政書試験あの特有の科目になりますけれども、まあ、地方自治法が主催される資格試験というのは行政書士以外だとあのほとんど公公務務員員の試試験験ですね公務員試験ぐらいしかありませんで地方自治法というのはあの文字通り地方自治体、まあ、正確には地方公共団体と言いますが地方公共団体のまあ組織仕組みですね だとかその地方公共団体にはどういった役職知事とか市町村長とか副知事とか、まあ、いろいろいるわけですけれどもがあるのかとでさらにはそれらに関する権限とかですねどういう権限を持ってるかとかといったところが中心となって問われる科目ということになります。 まあ地方自治法もやはり条文が中心ですから地方自治法の条文が読めるようになるためにきちんとですねこれらの分野からなるのが行政法つまり行政法というのはですねさまざまな分野の、えー、まあ,あの何というか総合体ですねこの集積ということになりますさまざまな分野が集まって行政法という科目を構成していると。 そそして、まあその行政法という科目からご子択一は19問で、えー、多種選択式が2問、えー、記述式が1問ですね合計112点の拝点が与えられているということになります。えー、さらに、えー、行政法についてで,ですね、えー、次に大切な科目がやはり民法です。まあ、民法というのは、えー、他の資格試験でも必ず主催されるというあの非常にメジャーな科目ですね。 まあ、よく言われることですが、民法を制する者のは、えー、法律を制するという言い方をします。つまり民法が理解できるようになれば、えー、他の法律の理解もですねどんどん進んでいくし、まあ民法というのは応用のきく科目です。えー、しかも、えー、行政書士のですね仕事との関係で言いますと、えー、行政書士はですね、えー、もちろん 許認可申請といった、えー、いわゆる役所との、えー、関係ですね役所に対して出す書類これを作成することがもともとメインの業務だったわけですが、まあ、最近の行政書士の方というのは実は、えー、企業法務であったりあるいはそのお契約書作成であったり、えー、あるいは内容証明郵便というあの郵便物ですね。 の形で例えばそのクーリングオフをするとかあるいはさまざまなその民事的な警告,警告文書を発するとかこのような活動をやられる行政書士の先生が増えてきてきおります最近、まあのま流行っているというと変な言い方になりますが最近のトレンドといたしましては例えば相続の相談ですねこれに乗る行政書士の先生も増えていると聞いております。 まあ、もちろんあの遺言書というのは自分で書くのが実質証書遺言でそれが原則ですけれども例えば遺言書の下書きを行政書士が行うとか、えー、あるいはですね、えー、遺産分割協議が整った後でじゃあその遺産分割協議書というものをきちんとですね、えー、その書面の形にすると、えー、そういったお仕事を行政書士の先生がされているということを聞きますので。 でそうするとこの民法という科目がやはり、まあ、行政法に次いで行政書士にとっては大切な科目だということになるわけですね。じゃあ民法どれぐらい出るかっていうと、えーまあ、こちらも、えー、その表の方に戻りますが民法どれぐらい出るかというと五四卓一式は民法9問ですまあ行政法の半分以下ですから、えー、少ないなという感じなんですけれども、まあ、民法が9問ですね。 でそれでもあの他の科目に比べるとやはり多いです。民法９問でこれは合計で３６点分で他種はありません。で記述式を見ていただくと民法これ特筆すべきですね。民法に関しては記述問題が実は２問出ると行政法１問しか出ないんですが民法から２問出題されます。つまり民法はどちらかというと記述が重視されているということなんですね。 これ配点を見ていただくと記述の民法の配点は40点2問で 2×20 ですから40点です。択一の方を見ると民法は9問出ますけれども1問4点ですから36点つまり記述民法の方が配点が高いということになります。とはいえですね先ほど令和2年の行政書試験の本試験の問題をご覧いただきましたけれども えー、実際に出題されるのは例えば民法の規定に照らして四十字程度で記述しなさいと。つまり、えー、民法の規定というのは条文ですから、条文の内容が頭に入ってないと書けないという問題が、えー、必ず出題されるんですね。だとするとやはりまずは統一である程度点数が取れるように、えー、基礎的なところをですねしっかり固めることが重要です。まあこれはあの私の持論ですけれども、えー、記述問題というのはですね。 えー、卓一式の延長線上にあります。つまり卓一式が得意な方っていうのは実は記述の点数も非常に高い傾向にあります。で逆はないんです。えー、記述式だけあの高くて、えー、卓一が非常に低いという方はいません。ですから、えー、卓一式対策としてきちんと基礎知識をしっかり身につけるで基本から理解してしっかり身につけることによってそれが自ずと記述の力に現れるという関係にあります。 ですから択一が得意な方、まあ、民法と行政法に関してですが、えー、択一が得意な方は、えー、実はあの、傷に関しては特別な対策をですねあの意識的にしなくてもあの自ずと、えー、高得点を取るという傾向にあります。でそうしますすとですね えー、民法は最終的にはやはり記述である程度得点できるように、えーまあ、基礎知識を身につけていく必要がありますが、えー、とはいえですねまずはこの択一の9問のうち、えー、まずは6問ぐらいですね6問以上これを一つの目標にして、えー、6問以上コンスタントに取れるようにと、えー、例えば模擬試験なんかを受けた時にも、えー、6問以上は、えーまあ、必ず取ると。 一つの目標を立ててでそのためには逆にあの何をすればいいのかという観点からしっかりですね民法は実際にその実,社あの実社会というか実際の生活にも非常に役に立つ法律であるということになりますのでここもしっかりですね取り組んでほしい科目ということになります。 そして民法以外にも商法ですね、まあ、ここは商法と書いてありますが商法と会社法ですね、を含んでいます。商法と会社法ですね。で、商法、会社法に関しては、例年、えー、純粋に商法から1問、で、会社法というあの法律から4問、で、合わせて5問、出題されます。商法、会社法から5問ですね、出題されます。で、商法、会社法で5問、出題されるんですが、 これはあのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、商法の条文と会社法の条文を合わせて数えていくと、1000箇所以上ですね、あの千あの千個以上の条文があるんです。1000個以上の条文があって5問しか出ないわけだから、ある程度絞り込みが必要です。ですからここはもうメリハリをつけることが大切です。 えー、商法会社法に関してはあのメリハリをつけて、えー、とにかくもう,もう、まあ、言い方悪いかもしれませんが山を張るということですねしっかり山を張って、えー、今年はこれが出るかもしれないというところで、えー、そこはもうとにかく集中的にやっておくとということですねただあの会社法に関しては、えー、ある程度取材傾向を決まってまして、えー、例えばあの持ち分会社っていう項目はめったに出ないんですけれども、えー、設立そして株式 期間ですね、設立株式期間というこの3つの項目についてはこの中からは必ずどれかは出題されるということになります。 ただあの設立にしても株式にしても期間にしてもあのただ項目で今申し上げましたけれどもただ期間特に期間ですが期間に関しては非常に幅が広いんですねあの要するに分量が多いんですですからやるべきことは非常に多いんですがただ今申し上げた通り設立株式期間のどれかから必ず出る、まあ、3つとも出る年ももちろんあります。 ですからこの設立株式機関だけに絞ってとにかくそこはもうしっかりマスターして他はもう見ないというようなメリハリのつけ方これも非常に重要になってきます。はい、まあこれが商法会社法ですね。 で先ほど少し触れましたがあの行政書士の先生最近の行政書士の先生の中には企業法務をですねあの中心にされている先生もいらっしゃいます。企業法法法務を専門とすするるならば必必ず商法会社法の知識は身につける必要がありますですから商法会社法についても、まあ、これはあのぜひですね、まあ、毛嫌いせずになるべくきちんとですね山を張ってそこは押さえていくというふうにしていきましょう。 そして基礎法学、これが一番最後に来ておりますが、基礎法学は二問です。<laughs> 基礎法学は二問、あの冒頭二問出てきます、えー。基礎法学っていうのはですね、えー、例えば、えー、その法律の解釈の手法の中に類推解釈とか、えー、縮小解釈などという解釈手法がありますが、類推解釈とはどういう解釈の仕方なのか、あるいは、えー、縮小解釈っていうのはどういうものなのか。 ということについてそういう基本中の基本にあたる知識ですねこれを問うのが基礎法学ということになりますただまあ最近の行政書士本試験における基礎法学の傾向としてはやはり比較的出題が多いのが紛争解決制度に関する出題ですね紛争解決制度としては最も有名なものは裁判ですで裁判といえば例えば日本国内にはどういう裁判所が存在するのか まあえー、地方裁判所高等裁判所最高裁判所、まあ、この辺りはもう常識的にご存知だと思いますがほかにもですか、ね、ら、まあ、こういったその紛争解決制度に関する基礎知識これを身につけていく必要があるということになります。ただあのそうは言ってもあの基礎法学の勉強というのはこれはあの他の科目と切り離して勉強するのはあまり効率的ではありません。 効率が悪いんですねじゃあどうすればいいかというとまずは憲法ですだからこれ憲法と基礎法学をくっつけてるわけですが憲法を勉強する過程の中で出てきたその例えば最高裁判所とか高等裁判所とかそういった言葉が出てくるわけですがそのたびにですねあ最高裁判所っていうのは裁判官が15人いるんだとでそのうちの1人が最高裁判所長官であるとか。 でという知識ですね。さらには、えー、普段は最高裁判所は15人全員では裁判はしない。じゃあどうしてるかというと、えー、その5名一組で、えー、小さなその裁判のその話し合いの合議体という言い方をするんですが、その裁判のその合議体を作るということになります。で、これを小法廷というんですけれども、5人一組の小法廷で普段は裁判をしていると。 しかし特別な場合にだけ大法廷といって15人全員で裁判をするといった知識ですねでこのあたりの知識は実はあの憲法をあの普通に勉強していく過程の中で自然に身についてくる知識になりますだから逆に言うとあの他の科目から完全に切り離して基礎法学だけをです、ね、独立して勉強するというのは非常に効率が良くない悪いわけです そうではなく憲法を勉強しながら基礎法学の知識も身につける。でもちろんそれは他の科目にも当てはまります。民法を勉強しながら例えば審議則とは何かとかですね、えー、まあそういったあの基礎知識をきちんとあの基礎法学に生かしていくということが必要になってきます。はい、えー、どういった科目があるのか、そして何がメインなのかということについてはもう大体お分かりかと思います。 そして残るは一般知識ですね一般知識がこれが14問必ず出るんですが一般知識に関してはですね分野としてはまず政治そして経済そして社会とあります社会というのはですね主に時時事事問問題題が出ます時事問題最近の,その日本社会における話題になっている事柄ですね。 ですから例えば環境問題であるとかあとはその労働問題とかこういった時事問題が中心となって出題されるあと少子化問題なんかもよく出ます。情情報報通信個人情報保護という科目あの分野があってでここで注目していただきたいのは個人情報保護っていう科目ですけれども。 これは例年必ず決まって出題される分野というか法律がありますそれは何かというとこれちょっと実際の令和2年の本試験の問題をお見せしますけれども、はい、問題57番「個人情報の保護に関する法律あいわゆる個人情報保護法という法律です」に関する次の記述の正しいものはどれか。 そして1番から5番まで選択肢が挙げられていますがこれいずれも個人情報保護法の条文の内容なんですだから個人情報保護法の条文を理解した上で読み込んでいくことによって確実に一問取れるということになっているんですねで、一般知識におけるあの一問あの確実に取れる一問というのは実は非常に大きな意味を持ってますそれをこれから説明します えーまあ、情情報報通信個人情報保護そして文章理解ですね先ほど「文章理解特訓講座」という講座をあの少しご紹介しましたけれどもこの中でですねあの固定してあの出材数が決まっているのは文章理解だけで他かはのばらつきがありますがただまあ,あの情報通信個人情報保護に関してはおおむね3問から4問、まあ、4, 4問ですね最近は出ます。 であと残りの7問があのこの政治経済社会の範囲からということになります。で一般知識におけるその確実に取れる一問があのなぜ大切なのかということのお話ですけれどもそれはこの「足切り制度」というのにあるんですね。このパンフレットで申し上げるとパンフレットでお示ししますとこの13ページの下になります。 ちょっと細かくなりましたが一般知識科目で基準点である40%以上を確保することとありまして実はこの40%以上という数字ここに注目してください。で基準点って何かというと要するに足切りラインです。つまり一般知識で4割以上取らないと。 もううそれだけでで不合格が確定してしてまうんですこれがいわゆる足切り制度ですで14問で4割ということは5.6問ですがそれはまあ,あの半端な数字ですから要するに6問以上14問中の6問以上を取らないとそれだけで不合格になってしまうつまり5問以下だったらダメということになるんですね5問以下だったらダメだということになります。 まこれが一般知識科目の足切りラインになります。でそこでまあ、文章理解特訓講座という講座がなぜ存在するかということですけれども、文章理解というのは3問必ず出るんですね。でこの文章理解という科目はあの落ち着いて読めば解ける問題が多いんです。 ただし、まあ、皆さんですね、おそらく、えー、普通にあの試験を受けになるときに、問題1番から頭からですね、最初から解いていくという方が多いと思いますが、えー、そこのそのまあ、かいあの <coughs> 受験者の心理をですね、うまく捉えているのがあのこの文章理解のそのまあ、問題の配置なんです。文章理解の問題はどこに置かれているかというと、最後の3問なんです。 でちなみに行政書試験っていうのは例年11月の第2日曜日の午後3時間ですね3時間で60問だから、まあ、余裕があるのかなっていうふうに思われるかもしれませんが意外と時間ないんですね。というのは記述問題これ当然時間をとって考える必要がありますそして文章理解はこれは時間さえあれば解けるという問題が多いわけですが。 え最後の3問つまり問題58から問題60まででですね問問題題からまが、えー、これが文章理解になりますのでそうすると最後に3問ですね、えー、残ってる。で、えー、ゆっくり読めば解けたはずなのに、えー、例えばその前の方の科目で、えー、思いのほか時間を取ってしまって、えー、ラスト3問のところでもう残り5分しかないと。 5分しかないと、もう6人読めませんから適当にマークしていくと、全部外れていたなんてこともあるわけですね。ですから、これが非常に怖いところで、そのためにですね、一般知識で足切りにかかって、でもう1年ということになってしまう、そういう方もいらっしゃるわけです。あの非常に怖い話ですけれども、そういう方もいらっしゃいます。ですから、一般知識に関しては、決して侮らずにですね、その対策を適切に立てて、で確実に取れるところはしっかり取っていく必要があるということになる。 わけですちなみに政治経済社会というふうに、まあまあ、漠然と書いてありますけれども大体どういう対策を立てればいいかというと、まあ、政治経済に関してはおおむね、えーまあ、大学共通テストですね、えーまあ、あのかつての,あの大学、えー、センター試験という試験ですがそのセンター試験もしくは共通テストの、えー、いわゆる政治経済のレベルの問題ということになります。 ね、今共通テストで政治経済あの科目としてあるのかどうかはちょっと定かではないんですけれども、まあ少なくともセンター試験の時代のその政治経済ですね程度の知識が問われる。最近よく出てるのが近代の日本の政治史です。まあ近代というかあの戦後あの戦後の政治史とか戦後経済史ですね。こういった問題があの比較的出ると、近現代史はよく出ますね。 あの近現代史といってもあの文化史は一切もちろん出ませんけれどもあの政治史史とか経済史ですねこのりりが比較的よく出る傾向にありますですでからこういった取材傾向を踏まえてある程度こう、まあ、山を張りながらですね適切に張りながらしかし過去,過去問でよく問われているトピックに関してはしっかりと深いところまで押さえていくということが必要になってくるこれが一般知識の対策ということになります。 で行政書士試験はあくまでも法律がメインの試験ですからまずは行政法で高得点を取れるようにしっかりですね学習する必要がありますがかといって一般知識の対策はおろそかにできないということですねこの点はあのぜひ念頭に留めておいてくださいはいそしてまあ最後にはなりますがポイント3番というところでこれはあの <laughs> パンフレット13ページの下の段ですけれどもアウトプットでは過去問を徹底活用することとありますこの過去,過去の問題集ですねこれをぜひフル活用していただきたいということになりますまあ最近ではその過去問をですねインプットの素材として使うということが流行してますけれどももちろんそういう活用の方法もおすすめできます。つまり 同じ問題が出るわけではない、まあ、行政法は実は全く同じような問題が出るんですけれども行政法の場合は過去問とそっくりな問題が出るんですがただ他の科目ですね例えば一般知識とかこういったものに関しては過去問とはやはり違う問題もたくさん出るということになりますのでまずはそのインプットの素材として過去問を活用すると、まあ、これはおすすめの活用法ということになります。 まあ具体的にはその過去問をですね、えー、自力で解くというよりは、えー、まずはその選択肢を読んでその選択肢があの,の意味が分かるかどうかつまり一通とおり例えばレックだと合格講座ですが合格講座などの講座を受けてでインプット基礎知識をインプットしていくと選択肢に書いてただひと一通り聞いたのにまだ分からないってことになるとそこはあの弱点。 になるわけですから、えー、自分のその弱点をですね、えー、まあ、浮き彫りにすると、そのための作業として過去問をぜひ使っていただく必要があります。一通り講座を聞いた上で、えー、どこが自分はどこが分かっていてどこが分かっていないのかというところをですね、それをまあ、選別していくためのその素材として過去問をぜひ活用していただきたいということになります。まずは選択肢の意味が分かるようになるというのが一つの目標ですね。 で選択肢の意味が分かったとしても、まあ、それはあの直ちに答えが分かるということになりませんので答え分からなくても、まあ、まずはちょっと考えてみてでその後解説をすぐ読むとで解説を読んで,であそういうことかと、えー、納得していただければそれがもう一つ、えーまあ、知識として身についていくということになるわけですね。ですから過去問というのは必ずしも全部解かなきゃいけないというものではありませんあの解けなくても構いません。 でえー、本試験ではです、ね、問題解けなければ駄目なんですけれどもただ過去問に関してはインプットの素材と割り切ってです、ねえー、もう解けなくてもいい新しい知識をです、ね、身につける一つの素材として活用するとそういう学習方法もありということになるわけですね。 でちょっと前後してしまいましたが最終的に行政書試験というのは全60問で300点満点になります。300点満点でじゃあ何点,何点以上取る必要があるかというとこれは180点以上つまり6割以上ということになります。 まあ過去にですね、6割よりも若干あの合格ラインが下がった年もありましたが、これは特例措置があったからです。特例措置がありましたので、少しだけ下がったという年はありましたが、ただ6割よりも上がった年は全くありません。だから6割取ればとにかくもう合格できるというふうに自信を持ってですね、まあ、確信しながら学習を進めていただければ結構です。6割が合格ラインだということになります。 で、その六割を取るためにですね、まあ、この六割の中には、当然ですが、一般知識の十四問あ、その六問ですね、一般知識の十四問中の六問。これも含まれています。まあ、一般知識で六問を取り、かつ全体の六割以上ですね。これを得点すれば合格できるという仕組みになっていますので、それを一つの目安としてください。ちなみに。 合格ラインが六割という資格試験ですね。他の資格試験と比べると比較的ハードルは低いです。合格率は十パーセントとあまり高くないんですけれども、とはいえですね、その見かけのその合格率の低さにですね、惑わされずにとにかくこれはもう自分との戦いですね。とにかく自分はしっかり六割取れるような知識が身につけばいいと。 で6割というのは、えー、決して高いハードルではないということですね、えー、これもお、まあ、頭に置いていただければ効果的な学習法ということで言いますと、えーまあ、行政法と民法ですねこれをとにかくしっかり、えー、繰り返す。 まあ、行政法と民法に関しては、えーまあ、あの皆さんお使いのテキスト、まあ、レックだとあのもちろん合格講座の、えー、講義録ですね、えー、使っておりますけれども、えーまあ、皆さんそれぞれですね市販のテキストをお使いになる方もいらっしゃればあるいはその他のですね予備校のテキストをお使いになっている方もいらっしゃると思いますが、えー、どのテキストでも構いません、えー、行政法と民法に関してはとにかくしっかりですね、えー、最低3回以上、えー、繰り返し読むということをやってください もちろん漫然と読むんじゃなくて、えー、メリあの1回は通して読むけれども2回目以降はメリハリをつけながら読むとそのメリハリをつける工夫としては過去問と照らし合わせながら読むとかこのようなことが必要になってまいります。 でその点レックの講義録はですね豪華講座の講義録は過去問の参照がですね非常に頻繁になされてますのでこの過去問と照らし合わせながら読むには非常にあの読みやすいふさわしいですねテキストになっております。 まあ実際どういうテキストなのかということについてはえお近くのですねレックの本校にお問い合わせいただいてえあるいはそのおまあガイダンスがあればですねそのガイダンスに出席していただいてえそこでえ実際にあの手に取っていただいてあこういうテキストを使ってるんだとまあえ意外と見やすいなとかですね えーまあ、そういうふうにあの感想をお持ちになる方もいらっしゃると思いますが、えー、ぜひです、ね、一度手に取っていただいて、えー、あこれを使えば合格できるんだということを実感していいいたただきたいと思います、はいえーまあ、効果的学習法とスケジュールの組み立て方ということで、えーまああのまあ、50分ちょっとお、ね、お話をしておりますで最後にです、ね、なりますけれどもこれから勉強を始める方あのたくさんいらっしゃると思います。 ただこのパンフレットのです、ね、合格者の声というところを見ていただいてもお分かりかと思いますがお仕事をしながらしかも法律の学習経験ない方が1回目の受験で合格するという方たくさんいらっしゃいます。ですから是非ですねこの REC の合格講座といったものがどういう講座なのか。 無料体験の会もございますので是非、えーまあ、ふるってですね、まあ、お近くにあのレックの本校がある方は是非、えー、足を運んでいただいて一度、えー、試しにですね聞いてみようと、まあ、行政書士験に興味があるという方はぜひ一度お足を運んでいただいて試しにちょっと聞いてみようかなっていう感覚で結構ですので、えー、足を運んでいただきたいというふうに思っております。 はい、それでは以上で、えー「効果的学習法とスケジュールの組み立て方」というタイトルのガイダンス講義をおしまいとさせていただきます。どううもありがとうございました